皆さんどうも、ドヒーさんです。今日やるゲームはこちら、アマングアス。ドヒー、どうやらアマングアスじゃなくてアマングアスみたい。ずっと名前間違ってて、あちびちバーン。じゃあそのアモングアスとやらを頑張ってやっていきましょう。それじゃあ7人で行ってみよう。2人がインポスター、分かりやすく言ったら2人が悪者ね。そして僕は来るいい人。まあ僕ってどっからどう見てもいい人の神様だもんね。どこがだよ、はちゃめちゃだし神様でもないし。いい人たちは左上のタスクをやっていく。これを全部終えたら助かるのかも。まあ全部終える気ないけどね。なんでだよ、ちゃんとやりなさいよ。タスクはどこかなって、人がいたら怖いな、やられるかもしれないからとか言ってたら話し合いがスタート。話し合いで誰が悪者か決めるんだ。っていうかもう誰かやられてる。やられるの早すぎ。ヒントがないから誰がやったのかわからない。全くわからないから投票はスキップしよう。投票が多かった人が宇宙船から追い出される。悪いやつじゃなくても追い出されるなんて怖いよね。投票結果はバラバラ。誰がまだインポスターかなんてわからないよね。票がバラついてたら誰も追い出されないのね。今回はマグマダイブなのか。あー、マグマダイブしたい。なんでそうなるんだよ。またタスク再開。インポスターなかなかのやり手だから気をつけないとな。近くに人が来たら疑ってかからないとね。そうだね、狙ってるかもしれないからね。僕クルーだけど誰かを攻撃したいな。それはルール違反でしょう。また話し合いだよ。誰だか全然わからないよ。だけど6分の2だから適当に押しても当たったりするか。そんな考えで追い出された人がインポスターじゃなかったらどうすんだよ。そんなの知りません。運がなかったとしか言いようがありません。こんなんじゃ絶対勝てないよとか言いつつ、僕はいい人だからスキップしますか。票はなんで僕に3つ入ってんの。他の人たちも適当に票入れてたね。僕インポスターじゃないよ。みんな大好きマグマダイブ。みんな大好きじゃないけどね。また幽霊になって戻ってきました。タスクやるだけになって暇になっちゃったから寝てようかな。みんなのために一応やりなさいよ。だけど誰かがやられた瞬間を見るっていう楽しみ方もあるのか。そんな楽しみ方ないから。だけどタスクがどこにあるんだか全然わかりません。今回もしかしてないのか。あ、あった。今回は形一緒のものをはめていくだけかな。これぐらいはできますよ、天才ですから。天才じゃなくてもできるでしょう。激天才ですから。天才超えてないでしょう。激天才なので1秒で終わりました。めちゃくちゃ時間かかってたよ。これで1つ目のタスク終了。まだまだあるから続いていってみよう。なんだなんだ、何が起きたんだ。あ、負けてる。インポスターはこの2人。わからないようにみんな倒されちゃったのか。もしかしたらインポスターのプロ免許持ってる人だったかもしれない。そんな免許ないから。じゃあインポスターの師範代だったかもしれない。そんなのもないから。続いては9人で行ってみよう。ものすごい量が増えたね。インポスターは2人、そして僕はクルー。こんだけ人数いればインポスター倒せるでしょう。それじゃあタスク探しに行きますか。だけど一人で動くとインポスターに狙われそうで怖いよ。こんだけ人数いたって隙を見せたらやられちゃうもんね。やられるときはみんなの前でやられたい。やられないのがいいけどね。くっついてくる人要チェックだな。黄色がすごいくっついてくる。青色もくっついてくるな。どっちかはインポスターかもしれないな。ああ閉じ込められた。だけどなんとかこっから出れた。今やられなかったってことはマサト君は違うってことか。そしてもう誰かがやられたのか。アリナス君がやられた。アリナス君をやったのは黄色と青ではなさそうだ。今回はスキップせずに誰かに適当に票入れちゃおう。さっきのドイヒーみたいに間違って追い出されちゃうんじゃないの。結果はなんで僕に入ってるんだよ。狙われてやばいな。みんなにクルーだってこと伝えないと。だけどチャット欄でクルーアピールしたら怪しまれるよ。そいつはもう難しすぎるな。じゃあ一生懸命タスクをやってるところを見せつけないとダメか。
と言ってもタスクが全然見つかりません。どこにあるんだ。あ、黄色がくっついてきてる。やっぱりこいつ怪しいな。他の人たちは全然くっついてこない。それはそれで怪しいな。結局全員怪しいのかよ。まだ誰かわからんな。誰にしよう。適当にさっきと同じ人でいっか。適当で追い出されたらたまったもんじゃないけどね。果たして結果は。なんで僕がこんなに票入ってるんだよ。怪しい行動してないでしょ。逆にインポスターたちに狙われてるのかもね。だけど僕以外にレアチケくんがいっぱい票入ってたから、そうなんじゃないのかな。次の投票はレアチケくんで決まり、よし、あとはタスクやりに行こう。まだ一つも終わってないからな。で、また話し合い。話し合い多いな。だけどもうレアチケくんに決めてるから票を入れてさよならだね。投票終わり。果たして結果は。僕が3票入ってる。なんで僕に入れちゃうの。みんな大好きマグマタイプ。みんなから狙われすぎだね。みんな仇を取ってくれ。仇を取ってくれってみんなにやられてんだけどね。また間違いでやられるなんて悲しすぎだね。タスクは頑張ってやっときますか。さっきやってるからこれは簡単だね。っていうかこの茶色くて長いのうんちなんじゃないの。なんでうんちを綺麗に箱の中に入れてるんだよ。そこら辺に捨てとけよ。だけど葉っぱもまた誰かやられてる。さっきの黄色い子だ。よく後を追いかけてきてた子だね。インポスターじゃなかったんだ。じゃあ怪しいのは誰だろう。投票結果は種キャラくんが3票。種キャラくんがインポスターだったのか。よくもやってくれたな。これでインポスター1人目って、種キャラくんインポスターじゃなかったのか。これで間違い2人目。今回のインポスターも師範代だな。師範代というかみんな間違って落としすぎだから。確かに適当な投票で2人やられちゃってるもんな。頑張ってここから勝ってくれ。あとは僕はタスクを楽しむから。迷路楽しいな。これでタスク1つ完成。1人いた。だけどあっちからは僕のこと見えてないのかな。呪術廻戦だったら僕のこと見えるんだろうな。呪術廻戦ジャンプの漫画だね。これはタスクじゃなかったのかとか言ってる間に負けてる。犯人1人はやっぱりレアチケくんだった。なんでみんな僕に投票しちゃうんだよ。今回は負けまくりで味ビジバー。まあ狙われまくっちゃってたから仕方ないね。次こそ絶対勝ってやる。というわけでまたお会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。